別名和製ハーブとも言われてまして、はい、とても爽やかな香りが特徴でございますので、味もお楽しみ、お肌にもいいので、たくさん飲んでいただければ、はい、いただこう。当店ランチセット、ランチコース2つございまして、先に前菜お持ちいたします。その次にパスタとリゾット、この3つの中からお一人さんお一つお選びをお願いいたします。ここがですね、もうすぐでちょうど2年。そうですね、まだ2年も経ってないですよ。こちらが本日の前菜7種盛りでございまして、まず左上にございますのが伊豆の地野菜を使ったサラダでございます。そしてその右手は牛肉を煮込んだものと、その下のひよこ豆のフリットとなっております。で、真ん中のカップが本日のスープ、温かい酢キャベツのスープ、一番左下甘木しゃぶのリエットを上にですね、シェフ手作りのクラッカーを乗せております。そしてその右手はタチウオのカルパッチョで、最後一番右下でエビと、菜の花のマリネとなっております。それではごゆっくりお召し上がりください。ぜひ次は宿泊をお待ちしております。はい、今結構それがですね、注目されてまして、池上彰さん、はい、ニュース番組の方とか結構今メディアで見せられてて、